朝倉幹晴議員。22年4月1日から民法改正の成年年齢の18歳の引き下げ施行に伴う18歳、19歳へのさまざまなサポートについて質疑いたします。2018年6月に民法改正案が成立し、成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げとなりました。通常法律の成立はの半年か1年程度に施行、1年後程度に施行が行われることが多いですが、この成年年齢の引き下げの施行は、2022年4月1日と異例の3年10ヶ月の準備期間が設けられました。これは衆議院じゃなくて参議院の間違いです。参議院法務委員会での前回一致付帯決議があるように、付け込み型不当勧誘取消権の創設や、制度の周知設定に時間がかかると思われたからと言われております。残念ながら、この3年10ヶ月の間に周知徹底や詐欺被害の予防策は十分でなく、あと9ヶ月に施行を迎えようとしています。国民生活センター20、2021年4月8日報道の狙われる18歳、19歳、金と美の消費者トラブルに気をつけてのデータをご覧ください。18歳、19歳と20歳から24歳の現在の詐欺被害の各年齢あたりの平均の比較の重要なデータが示されております。現在、未成年の18歳、19歳の平均に対する成人の20から24歳の平均が何倍に増えるかを比較しますと、図1では相談件数は4820に対し 1.6 倍。図2では店舗購入という販売形態では661件に対して1662件で 2.5 倍。販売方向手口ではアポイントメントセールスでは23件に対して158件と 6.9 倍となっています。また、表1では、賃貸アパートマンション契約、エステティックサービスでは被害が倍増し、フリーローンやサラ金被害が出現していること。図4では、被害額が18歳、19歳では5万円以下が多いに対し、成人では50万円以上が増えていることを示されております。この現状で、20歳の成年年齢が18歳になった瞬間に詐欺被害が増えることが危惧されます。市は、この危機的な状況に対して、これまでは18歳、19歳、未成年取消権が使えたんですが、それが使えなくなる状況に対して、どのような認識をされてますでしょうか。経済部長。お答えいたします。令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には契約を取り消すことができる未成年者取消権の対象も18歳未満に引き下げられることにより、18歳19歳の消費者被害が拡大することを我々も懸念しているところでございます。市として若年者の消費者被害の発生拡大を防止するためには、消費者教育の充実によりまして、契約の重要性、最新のトラブル事例や困った時の相談先を周知啓発することが重要だと考えているところでございます。以上でございます。朝倉幹晴議員。まず、消費生活センターでは2022年4月に備えてしっかりと広報を強化すべきです。消費者ホットライン電話番号188いやいやの周知も含めて、どのような施策を取っているのか、どんな準備しているかお聞かせください。経済部長。お答えいたします。本市の消費生活センターでは、出前講座で成年年齢の引き下げに関する話を税務大学校などの新入職員研修や学校などにおいて依頼を受け実施しているほか、市内の高校の先生方による勉強会に出向いたこともございます。
また学校の授業でも使えるよう作成されました大人社会へのパスポートを千葉県が高校生に配布しておりますが、本市におきましては市の教育委員会と連携をいたしまして、昨年度から中学校3年生に議員の方からお話がありました消費者ホットライン188の案内と合わせて配布しているところでございます。今後の啓発といたしましては、10月にららぽーと東京ベイにおきまして開催予定の生き生きフェアで成年年齢引き下げに関するブースを設置し、広く周知を図るとともに、若年者の消費者被害に関する相談事例をホームページや暮らしの安全安心情報で配信することを今現在考えているところでございます。以上でございます。朝倉幹春議員。学校教育ではどのような学校教育でも消費者教育をしっかりすべきです。どのような準備をされているんでしょうか。小中特別支援学校とともに、特に今の高2高3が直面することになる市立船橋高校についてお答えください。お答えください。学校教育部長。お答えいたします。議員ご指摘のとおり、消費者教育は大変重要な教育であると認識しており、これまでも学習指導要領に基づき小学校から高等学校及び特別支援学校において、主に社会科や家庭科、生活単元学習といった教科などを中心に発達段階に応じて実施してきております。教育委員会といたしましては、これまで成年年齢の引き下げを見据え、消費者生活センターと連携を図り、児童生徒及び保護者に対し消費者啓発資料を配布し、各校に消費者教育教材の活用を推進するよう通知を出し啓発しているところでございます。例えば特別支援学校や特別支援学級では、児童生徒が制作した製品や食品などを販売する学習活動を通して売買の基礎を学び体験しています。小学校では生活に必要なものを買い、買ったものを使うことを通して消費生活における課題に気づかせるとともに、進んで計画的なお金の使い方を考える学習に取り組んでいます。中学校高等学校では、消費者の権利に責任、申し訳ありません、消費者の権利と責任、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合に、その契約を後で取り消すことができるという未成年者取消権、多重債務などについて学習しております。また各講師では、スマートフォンなどでのオンラインゲームや SNS を利用する際の課金システムにおける危険やトラブルを未然に防ぐための携帯電話会社などによる出前事業に取り組んでおります。今後も成年年齢18歳への引き下げが施行されることに備えて、本市の児童生徒が消費者としての権利と責任を自覚し、将来社会で自立できる資質能力を高めるための消費者教育を一層推進していけるよう努めてまいります。以上でございます。朝倉幹春議員。2022年4月1日はその時点で18歳19歳に対している2学年、船橋は約1学年5000人ですから、約1万人が1日にして成人になる日となります。教育や啓発だけでは網羅できないので、網羅できるのは住民基本台帳に伴う郵送通知と思います。来年の2月か3月、場合によっては4月1日そのものか、その直後に成人式のお祝い、成人のお祝いと詐欺被害の予防、そして新成人の自覚を促すようなパンフレット、例えば船橋学会でくっつけているこういうようなパンフレットを作成し、2学年の各成人の自宅に郵送
市、親も保護者ではなくなるわけですが、も含めてお祝いと注意喚起をすることを行ったらどうでしょうか。そしてそのことを同時に、これから2022年の4月以降も、その都度新成人になる人に対して、まあ、例えば3ヶ月にいっぺんでもいいですので、そういう郵送通知をすることで、成人式までこれまで待っていればよかったんです。成人式でお祝いと注意喚起すればよかったんですが、もう成人式は20歳でやると。しかし、その成人はもうその前になってしまうという時期の分離が起こりましたので、やはり郵送通知で全世帯に、その対象者に通知していくということを政策として選択すべきだと思いますが、いかがでしょうか。市民生活部長。お答えいたします。今後成年年齢に達するすべての方に文書でお知らせすべきではないかとのことですが、確かに防犯や犯罪防止等の観点からも、新成人が消費者被害やトラブルに巻き込まれないよう周知啓発等に努めることは重要であると考えております。国においては平成30年に民法改正を見据え、成年年齢引き下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議を設置し、これまで高校、大学、若年者に対する消費者教育、消費者保護などについて取り組みを実施しているところでございます。議員ご指摘のとおり、すべての新成人に対して文書でお知らせをすることは効果的な方法であるとは考えますが、学校教育における消費者教育や広報、ホームページ、SNS 等を活用した啓発、また20歳時点とはなりますが、成人式での案内など、他にも周知啓発を図る方法がある中、そして限られた財源の中において、この取り組みを実施することについては、さらなる検討が必要であるというふうに考えております。